こんにちは、メンズファッション研究家、大山俊です。今回の動画では、クールビズの着こなしをですね、2つご紹介してみたいと思っています。先日ですね、こちらの YouTube チャンネルの中で、 クールビズの基本的なアイテムについて解説をしたんですがおかげさまで多くの方にですねそちらの動画を見ていただきました今回はですねそちらの第2弾ということで、まあ、前回はですね結構基本的なアイテムこういったものは持っておいた方がいいですよというようなお話をしたかなと思うんですが今回はもう1段ステップアップしましてこのような着こなしができるとよりクールビズの幅が広がりますしおしゃれに見えやすいですよというものをですね2つ事例を出してみたいと思います なと思っています実はですねクールビズって結構範囲が広いんですね。 スーツによったかなり綺麗めな形から割とですね私服に近いようなカジュアルなパターンまでがあるんですが、まあ、前回の内容としては割と綺麗めな形をご紹介したかなと思うんですが今回はですねもうちょっと着崩したカジュアル寄りのスタイルをご紹介したいなと思っていますこのスタイルについて解説をする時に2つの重要なアイテムがありますのでまずはそちらのアイテムからご紹介をしてみたいと思っています はい、まず1着目なんですが実際に持ってきてみましたこちらのアイテムですね、はい、見ていただくと分かるかなと思うんですがポロシャツというアイテムです。 こちらはですね、結構クールビズの場面でも最近は使われるようになってきました。まあクールビズが始まった当初はそこまでポロシャツというものをクールビズに使う方は多くなかったんですが、一応襟のついたシャツというジャンルになるので、半袖の T シャツよりはですね、綺麗めな雰囲気が出しやすいのかなと思っています。こういったものを1枚で着るのもありですし、もしくはですね、これは後ほど実際に着ながら解説をしたいんですが、この上にジャケットを着るというスタイルもすごくかっこいいかなと思っています。まあ ポロシャツといってもでですすね、ね。な種類があるんです、ね、例えば色の選択肢も結構広いのかなと思っています、まあ、定番的なもので言えば白だとかグレーですとかあとは今持ってるようなブラックですとかネイビーこのあたりが該当するのかなと思います他には淡いピンクだとか柄の入ったものなんかもありますが、まあ、その中でですね一番クールビーズで使いやすいと僕が考えているのは今持ってるような ブラックですとかネイビーのような濃い色のポロシャツななんですねなぜこういった濃い色がおすすめなのかというとポロシャツというのはですね結構アイテム自体におじさん臭いイメージが付きまとうアイテムなんですねですのでそのポロシャツにおいて白だとかライトグレーのようなちょっと明るめの色を使ってしまうとどうしてもですねやぼったさが出てしまいがちかなと思いますその点こういったブラックですとかネイビーのような濃い色であれば引き締めることができるのでバランスがと 整いやすいのかなと思っていますもし皆さんがクールビズでポロシャツを選ぶのであればこういったブラックですとかネイビー系をお勧めしたいなと思っていますまあ、後ほど実際に着ながらですね全体のバランスは見ていただきたいなと思っていますはい続いて2点目のアイテムをご紹介したいと思いますクールビズで意外と使えるアイテムはこちらですねまあ、このように見ていただくと T シャツのように見えるかもしれないですがこちらは半袖のニット T シャツになりますちょっと広げてみますね まあ見栄えとしてはです、ね、ほとんど T シャツと変わらないんですが普通の T シャツに比べるとやっぱり生地がちょっと厚めなんですね。

皆さんにですねご紹介したいものなのかなと思っています、まあ、正直ですね夏にニットを着るというイメージ持ってない方も多いかなと思うんですが最近はこのようなジャンルが少しずつ増えつつありまして襟ががあるるかかないでで全然イメージが変わるんですね先ほどのポロシャツですとか通常のシャツに関しては襟があるのでかなりカチッとして見えるかなと思うんですがこのような襟のないアイテムなんかだと割と首元がスッキリ見えるので人との違いが出しやすいのかなと思っています、まあ、クールビズでで割とですねカジュアルな スタイルが、OK、な職場であればこちらのアイテムもぜひチェックしていいたただきたいなと思っています、まあ、この後実際にですね両方とも着ながらコーディネートにどう落とし込んでいくのかというところもお見せしたいなと思いますので是非最後までお付き合いいただければなと思っています。はいということで実際にポロシャツを着てみましたどうでしょうか まあ今回はですね黒のポロシャツに下はですねオーソドックスなグレーのスラックスを合わせています、まあ、このようなスタイルであればそんなにですねドレスコードが厳しくない職場であれば通用する着こなしなのかなと思っています、まあ、ポロシャツというカジュアルでなおかつ少しおじさんっぽいイメージがあるものでも色を引き締めるとですねだいぶ印象が変わってくるかなと思っていますでサイズ感が結構気をつけるポイントなのかなと思っています僕は今回でですすねいいつも S ササイイズズをを買っているんですが M サイズを選びました それはなぜかというと少しですねカジュアルな場面でも着たかったので少しゆったりめを選んだんですがもし皆さんがクールビズの場面だけでポロシャツを着るのであれば通常のジャストサイズを選んだ方がバランスがいいかなと思います僕はあえてちょっとサイズ感を上げたので袖口も少し広いですし身幅も少しゆったり着丈も長めなんですが、まあ、できればクールビズであればワンサイズ下の方が良かったかなというふうに思っていますで結構ですねポイントになってくるのがこのボタンの締め方なんですね ボタンの止め方締め方にもいろんなやり方があるんですが僕はですね今回全てボタンを締めてちょっと小綺麗な雰囲気で切るようにしています最近はですねこのようにポロシャツをあえてボタン全部締めるようなスタイルがちょっとトレンド的になっているので皆さんもよかったら取り入れていただきたいなと思っていますただ通常であれば。<laughs> まあこのようにですね、台紙ボタンを開けて涼しげに着るのがバランスがいいかなと思いますのでボタンの止め方次第で全然見た目が変わるというところも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています実はですね、僕はポロシャツ単体をクールビズで使うよりもですね、この上にジャケットを羽織るスタイルが好きなのでちょっとこの上にですね、ネイビージャケットを羽織ってみたいと思っていますはい、ということでジャケットを羽織ってみました どううでしょうかまあ基本はですねネイビージャケットにグレーのスラックスというですね最もオーソドックスな色合わせなんですがその内側にですねポロシャツを持ってくることでだいぶ見た目が変わってくるかなと思います通常のシャツに比べるともう少しカジュアル感が出せますし良い意味で違和感というかいつも通りのシャツをポロシャツに変えるだけで全然見え方が変わってくるかなと思うので是非皆さんにもトライをしていただきたい着こなしかなと思っています、まあ、夏場はですね ジャケットをあんまり着ないという方も多いかなと思うんですが僕はですね逆にジャケットを使うことが多いですね、まあ、世の中全体がかなりカジュアルな方向にいっているのでそこにちょっと綺麗めなジャケットを羽織ってみるだけでだいぶですねカチッとした雰囲気も見えますしおしゃれにも見えやすいかなと思うのでもちろん外にいる時にはジャケットを着ることはないんですが一応ですね腕にジャケットをかけていって室内に入ったらこういったものを着用することもあったりします。上に羽織っているジャケットがネイビーで内側 ポロシャツがブラックという形で、まあ、近い色ではあるんですが微妙に色を変えてあげるとおしゃれに見えやすいかなと思うのでぜひです、ね、このような着こなしというところもクールビズの新しいスタイルとしてです、ね、頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。 はい、着替えてみました。今度の着こなしを解説しますと、半袖のニットと先ほどと同様にグレーのスラックスを合わせています。まあ、今回はグレーですけども、こちらはネイビーのスラックスなんかでもですね、相性がいいかなと思っています。まあ、見え方としては結構 T シャツとあんまり変わらないかなと思うんですが、厚みがあって、ニット特有のですね、上品な雰囲気が漂いやすいので、T シャツよりは割とですね、綺麗めな着こなしに落とし込みやすいかなと思っています。まあ、サイズなんですが、こちらは S を選んでいます。僕の通常 サイズですねビジネスカジュアルで使うのであればあまりゆったりめのサイズ感というものは取り入れるのではなくてあえてですねジャストサイズを選んだ方がビジネスシーンには合わせやすいかなと思っています袖丈のバランスもいいですし太さもちょうどいいです身幅もですね決して大きすぎないですし着丈のバランスが何よりいいかなと思います、まあ、先ほどポロシャツは M を選んでいましたが、まあ、ビジネスカジュアルで使うのであればこれぐらいの S のサイズ感の方が良かったかなというふうに思っていますただこの着こなしだとやっぱりラフな感じがしてしまうので僕はですね ビジネスカジュアルで半袖ニットを使う時にはですね必ず先ほどと同じようにジャケットを上に羽織るようにしていますちょっとこの後実際に羽織ってみたいと思いますはいということで上にジャケットを羽織ってみましたどうでしょうか 結構ですね、僕はこの着こなしが好きでビジネスの場面でこういったコーディネートをすることも少なくないですね。まあ、T シャツとジャケットというスタイルもすごく好きなんですが、それよりはですね、かなり上品な雰囲気が出やすいのかなと思っています。こちらもネイビーのジャケットとグレーのスラックスという基本的なジャケパンスタイルの色合わせというところを行っているんですが、 例えばですね、ネイビーのジャケットにネイビーのパンツ、セットアップできて、内側をこのようなニット T シャツにするというのも、かなりバランスがいいかなと思っています。オーソドックスなジャケパンスタイルか、もしくはセットアップスタイルか、まあ、様々な着こなしにですね、内側にこのような半袖ニット T シャツを入れるという着こなし、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。このですね、半袖ニットというのは結構この首の開きが重要だなと思ってるんですね。結構物によっては首が大きく開くものがあるんですが、 そういういいもののだと上にジャケットを貼った時の収ままりりがあんん良くないんですね首の見える範囲が大きすぎるとどうしてもカジュアルになりすぎてしまうのでしっかりと首が詰まった形のですね半袖ニットを揃えていただくといいかなと思っています、まあ、こういったものは大手セレクトショップに行けばですね結構取り扱いがあるかなと思いますのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています、まあ、最後にお伝えしたいんですがこれは好みなんですが、まあ、オーソドックスなスーツスタイルってネクタイをするじゃないですかでもビジネス クールビズにおいてはネクタイというものがないんですね基本的にスーツスタイルっていうのはあまり色っていうのは鮮やかなものを使わないのでネクタイで少しアクセントをつけるという役割があるんですねただクールビズにおいてはそのネクタイがないのでその代わりに僕が用いるようにしているのが こういったポケットチーフなんですねここに一つのアクセントが来ることでジャケット自体は結構ネイビーだとかグレーで重たい色が多いかなと思うので少しですね明るさとか華やかさを足すことができるのかなと思っています僕は今回ですねグレーですとかグリーンのを使った結構鮮やかなものを使っていますが、まあ、通常であれば白無地のリネンのチーフなんかを使ってあげると結構着こなしの良いアクセントにもなりますし人との差が出しやすいかなと思っています、まあ、チーフというのは結婚式でしか使ったこと いいことがないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、意外とクールビズスタイルにですね相性が良かったりするので、これも慣れだと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では。 クールビーツに活躍する新しい2つのアイテムをですねご紹介させていただきましたまあこれらのアイテムというのは万人受けするものではないかなと思いますやはりビジネスの環境によって使えるかどうかも分かれるかなと思うんですがこういったものが使えるようなややカジュアルな着こなしが OK な職場であればぜひトライをしていただきたいなと思っていますそして今回ご紹介した着こなしというのは意外とですねビジネスカジュアルではあるんですが綺麗めの私服として使うこともできるかなと思っています、まあ、休日にお おしゃれをして出かけたい時にはこのような着こなしというところも一つのですね軸となりやすいかなと思いますのでぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っていますまあ、今回クールビズについて解説をしましたがもっとですね深く学んでみたいという方はクールビズの教科書というコンテンツを作っていますのでぜひそちらの方もご覧になっていただければなと思っています詳しくはですね詳細欄に URL を貼っておきますのでそちらの方を参考にしていただければなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたよかったらチャンネル登録の方も よろしくお願いします